皆さんこんにちは。元アイドルとして大活躍した沖田博之が山本陽子の運命を変えた実態は何？今日は沖田博之さんのことについて紹介します。まずは沖田博之さんの経歴とプロフィールから紹介します。沖田博之は日本の元アイドル、俳優、神奈川県川崎市出身。神奈川県立川崎北高等学校卒業、青山学院大学経済学部経済学科中退。女優の山本陽子さんが亡くなったことが22日、分かった。81歳だった。清廉な女性から悪女まで、様々な女性を演じ分けた実力派。また、生涯独身を貫くも、その美しさからたびたび恋路も報じられ、話題を呼んだ。山本さんは野村証券に勤務していたが、知人が日活ニューフェイスに応募したことから人生が変わる。合格次第7期生としてデビュー。当時は吉永さゆり、松原千恵子、泉雅子の3人娘の全盛時で、なかなか作品には恵まれなかったが、徐々に才能が開花。テレビドラマなどに積極的に出演し、人気を博していく。プライベートでは、73年にドラマ、白い影で、共演した田宮二郎さんとの不倫が報じられ、注目を浴びることに。その後も、42歳の時にやはりドラマ共演がきっかけで、21歳年下の俳優、沖田博之さんとの交際が発覚。84年には、沖田さんが堂々の交際宣言をし、僕にとって陽子さんは全てです。恋人であり、結婚相手であり、そして母親でもあります。と語ったことも、86年には破局が報じられるも、その年齢差から当時は大きな話題を呼んだ。だがそんな沖田さんは99年3月に急死。山本さんはかつての恋人の突然の旅立ちに、彼は非常に優しくて、完璧主義者で、誰からも愛されて素晴らしい人間でした。今は青春の1ページとして、沖田さんとの思い出を残しておきたいです。と言って涙を流していた。その後も山本さんは独身を貫き、熱海に移住。車の運転が大好きで、和服のしっとり美人のイメージとは違ったアクティブな一面もあった。1980年代前半、東京・原宿の代々木公園横の歩行者天国で、ド派手な衣装に身を包み、ひたすら踊り明かす集団は、竹の子族と呼ばれ、当時社会現象にもなりました。ヒロくんの愛称で知られていた沖田博之さんは、竹の子族の中でも異彩を放つアイドル的存在で、たちまち大手芸能プロダクションの目に留まり、そのまま芸能界デビューしました。1980年には、当時の大人げドラマ、3年 B 組金8000世の第2シリーズにて、複雑な家庭環境の中で育つ優等生、松浦五駅を熱演して話題を集めました。また、翌1981年には、スターダストプロモーションに所属し、いい気持ちで歌手デビューも果たしています。歌手としては、その後も、半熟期や、は、見出しチャンピオン。そしてアニメ、キャプテン翼の主題歌となった、燃えてヒーローなど、次々とヒット曲をリリースしています。しかし、沖田博之さん本人は、歌手活動にはあまり気が進まなかったようです。1984年には、念願だった俳優業に専念するため、当時所属していたフロムファーストプロダクションから独立し、個人事務所、ヒロ企画を設立しています。ただ、独立後はなかなか仕事に恵まれず、関西大手の芸能事務所にデスクを置いて、舞台中心の活動にシフトしていた時期もあったようです。その後は、俳優、菅原将彦さんが代表を務める、グランパパプロダクションに移籍、人気ドラマ、サラリーマン金太郎に出演するなど、俳優として着実にキャリアを積み重ねていたのですが、サラリーマン金太郎、第一部終了から、わずか6日後、突然の訃報が、沖田博之さんは、1999年3月27日に、自宅の寝室で首を吊り死しました。遺書などはなく、沖田博之さんの死の原因や真相などは、現在も明らかになっていません。その当時、沖田博之さんには、1995年5月19日に、
結婚したお嫁さんの千代子さんと2人の子供さんがいました。ちなみに沖田博之さんのお嫁さんの千代子さんは青山学院大学の後輩の檜垣千代子さんという方で、フリーで英語通訳のお仕事をされているそうです。結婚生活がわずか4年ということは、沖田博之さんが亡くなった当時まだ子供さんは幼かったはずです。突然の夫の死でお嫁さんの千代子さんはさぞ大変な思いをされたことでしょう。また大変な思いといえば、実は沖田博之さんの遺体の第一発見者は子供さんだったそう。お子さんのお乳さんが寝てるよとの言葉にハッとした嫁千代子さんが2階の寝室に駆けつけたところ、寝巻きの紐で首をつって亡くなっている沖田博之さんの亡骸があったのだとか。ただ父親の遺体を最初に発見したお子さんはまだ幼かったこともあり、目の前の光景がよく理解できていなかったようで、それがせめてもの救いと言えそうです。沖田博之さんの死はその状況から字と断定されたものの、遺書などを残しておらず、字の理由や真相については現在も明らかになっていません。そこで沖田博之さんの周囲の人の証言を集めてみました。実は沖田博之さんが辞する前日、俳優としては大先輩であり、当時所属していた事務所グランパパプロダクションの社長でもある津川雅彦さんとお酒を酌み交わしていました。沖田博之さんと津川雅彦さんはドラマサラリーマン金太郎で共演しており、その数日前に第1シーズンの放送が終了したばかりで、ドラマの打ち上げも兼ねて飲みに出かけたのだとか。その席で沖田博之さんは役者としての苦悩を津川雅彦さんに相談したそうなのですが、津川雅彦さんは叱咤激励の意味を込めて少し厳しい言葉を投げかけたそうです。そしてその翌日に沖田博之さんは自ら命を絶ったのです。沖田博之さんの訃報を聞き、津川雅彦さんは愕然としたと同時に、自分の叱責が沖田博之さんを追い込んでしまったのではないかと悔やみ続けたそうです。後に津川雅彦さんはこの時のことを振り返り、次のように語っています。特攻隊のように鼻と散っていった。昨日は腹を抱えて笑うように楽しくやった。昨日があまりに楽しく、帰ってからの孤独との落差が彼の敗戦につながったとしか考えられん。役者としておののいに負けたと感じたのだろう。かつて妹のように可愛がられていたという武田久美子さんは、沖田博之さんが辞する1週間ほど前に10年ぶりくらいの再会をしており、その時の印象を次のように語っています。3月の雪の日でした。友人の舞台を見に行ったら沖田さんも来ていたんですよ。お久しぶりですと挨拶したら、久美子ちゃん相変わらず可愛いねと言ってくれたのを覚えてます。またこの時武田久美子さんは沖田博之さんが思い詰めている様子どころか、どこか変わった様子すら感じなかったと言います。なのでそのわずか1週間後に沖田博之さんの突然の訃報を聞いた時、本当に驚き、次のように感じたそうです。突発的なことだったんじゃないかと思うんです。そうじゃなかったら、これから字を考えるような人が雪の中わざわざ出かけて舞台を見に行こうとか思うでしょうか。最後の1週間の間に沖田博之さんが字に追い込まれるような出来事があったとも言えそうですが、武田久美子さんが考えるように衝動的なものだった可能性も高そうですね。1999年3月27日、36歳の若さで自ら命を絶った沖田博之さんですが、実は彼の家族には同じように寺社が多いようです。沖田博之さんの祖父を筆頭に、父親、お兄さんと沖田博之さん同様に寺によって人生を終えています。時系列で言うと、まず弁護士だった祖父が担当事件絡みで自身の正当性を主張するために寺、続いては会社経営者だった父親が家業を継がせた沖田、兄の負債を肩代わりするため1996年9月に自分の生命保険で会社の損失を補填してほしいと言い残して首を吊ります。次が1999年の沖田本人。
その3年後の2002年4月には兄がやはり首吊りで死んでしまったのです。果たして字の家系ってものがあるのかどうかは不明です。しかし身内に寺社がいるという事実が乗り越えるのが難しい困難に直面した時、現状打破の選択肢の一つとして字を頭に浮かばせてしまうという可能性もあるかもしれません。そんな沖田博之さんの字の真相が2016年2月の週刊新潮の報道により17年の時を経て明らかになったようです。というのも沖田博之さんのおじさんが親族しか知らない沖田博之さんの葬儀の夜のある出来事を語ったからなんですよね。そのある出来事とは、葬儀の夜、沖田くんの4歳年上のお兄さんが私らの前で涙ながらに弟の死の理由を告白していたんです。私たちが棺桶に花を入れながらそれぞれ別れを惜しんでいた時のことです。突然お兄さんが席を切ったように泣き出して、俺に責任があるんだ、ひろゆきには借金の連帯保証人になってもらっていたと言ったのです。その上でこのおじさんはこう断言しています。沖田くんが亡くなった原因ははっきり言って借金の問題ですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。